ワザップ検証シリーズポケットモンスターダイヤモンドパール編。2009年3月15日17時1分投稿。閲覧回数187,553 回。裏技、伝説のポケモンすべてゲットする方法。まず四天王の御用の部屋に入ったドアに向かって波乗りします。そして右へ375歩自転車で行きます。かっこ自転車じゃないとバグります。そして歩いて上へ274歩行きます。そして探検セットを使って右へ9歩行って地上に行くと、なんとサンダーやらルギアなど全部います。話をかけると自動的にボックスに入ってます。結果何も起こりません。絶対安全です。でも 1% バグるかもしれません。2006年11月2日22時54分投稿。閲覧回数26,792 回。裏技、マリオ、ルイージ、ワリオ、ワルイージの相方。まずチャンピオンロードの奥に土管があるからそこに入る。土管から出るとマリオハウスに到着する。中に入るとみんなで椅子に座ってくつろいでいる。マリオに話すと M 帽子、ルイージに話すと L 帽子、ワリオに話すと W 帽子、ワルイージに話すとヘ帽子がもらえる。それぞれ1個ずつしかもらえません。それぞれの帽子をイーブイに持たせてある条件を満たすと進化します。イーブイの進化方法、イーブイを99レベルまで上げる。 M 帽子を持たせた場合はイーブイに炎の石を使う。 L 帽子を持たせた場合はイーブイにリーフの石を使う。 W 帽子を持たせた場合はイーブイに雷の石を使う。ヘ帽子を持たせた場合はイーブイに闇の石を使う。それぞれマーブイ、ルーブイ、ワーブイ、ワルブイに進化します。さらにみんな何回でも戦ってくれます。マリオは炎タイプトレーナー、ルイージは草タイプトレーナー、ワリオは電気タイプトレーナー、ワルイージはアクタイプトレーナー。持ってるポケモンはみんな6匹で全て100レベルです。強いので頑張ってください。忠告、試してもないのにガセ、デマなどの感想を書かないでください。結果、マリオ、ルイージ、ワリオ、ワルイージに会えて、さらに帽子ゲットでイーブイ進化、そして戦える